ールはもう全然できませんでした。まあ、りのちゃんなんだけど、自分が絶対ツーショット撮れると思ってるんですよ。だから話せなかったことになんでみたいななってて、いやいやツーショット撮るってすっごい大変だから、それが分かってない彼女は。舞乃ちゃん調子に乗ってるんじゃないとなんか態度でかいんじゃないとか、なんか他にもいろいろ言われてちょっと怖いなって思ったから違う席に移動したら、事故かな、いつものまいのちゃんとちょっと様子違うくないって、本当にそれはまいのちゃんがそういうことするって思わなかったから悲しいしショックって言われて、なんかまいのちゃんがそういう態度だったらしょうがないなと思ったっていう、うん、ごめんね、全然いいです、そうそれだけ、そうそう、あ、なんかね、そうそう、なんか私も立ってるから、いやだから言いたい、次の態度変えるのは、ちょっとショックだった、今も本当のこと話したしって感じ。あ、だから今言おうとしてるから聞いてほしい、そこは私が悪かったから、今謝って話そうとしたのにそこに逃げるのは違うかなって思う。じゃあまた今度いい、分かった、うん、アズアズは私が最初のローズもらってるからか、なんかちょっと敵対意識を持ってるみたいで、浮いてるじゃないけど一人ちょっと突っ走ってるから、もう何にも話したくないって思っちゃった。やっぱりりんたろーさん見てないから、私にバチェラー楽しんでって言うけど、やっぱ関わりを持ってばそういうことが生まれたから、やっぱり最初のスタンスに戻そうって思ったし。